平野ノ仕様が新会社、トベへの合流を発表。インパクトアーズとの自撮りショットも公開。平野ノ仕様が滝沢秀明氏が設立した新会社、トベへの合流を発表し、インパクトアーズとの集合ショットを公開したことが話題となっています。この出来事について詳しく掘り下げ、ファンの反応やインパクトアーズの経歴、トベの設立について紹介します。平野ノ仕様がインパクトアーズとの集合ショットを公開。 平野紫耀は、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、滝沢秀明氏が設立した新会社、都米の合流を発表しました。その際、インパクトアーズのメンバーとの集合ショットを公開しました。集合ショットには、平野紫耀の他にも三宅健や神宮寺雄太も駆けつけ、花束を渡して祝福しました。平野紫耀は、いらっしゃい、インプ、というキャプションを添え、同じ写真を3連続で投稿しました。 さらに、インパクトワーズのアカウントをタグ付けした写真や、お茶目な告白として、ごめん、ミスって同じのいっぱいあげちゃった、とコメントを添えていました。このストーリーズに対して、ファンからは、紫輝くんかわいい、何枚にも渡って紹介してくれて、結果的に良い先輩、笑い、愛おしいなぁ、インプ、との集合ショットありがとうなどの声が寄せられています。インパクトワーズの経歴とジャニーズ事務所卒業。 インパクトワーズは、ジャニーズジュニア内のグループとして2020年10月に結成されました。このグループ名は滝沢秀明氏が初めて付けたもので、その後実力を磨きながら活動してきました。特に、スノーマンが出演した舞台、滝沢歌舞伎ゼロの新橋演舞場公演にも出演し、その実力を発揮しました。 そして、2023年5月25日には、インパクトアーズのメンバー全員がジャニーズ事務所を卒業しました。滝沢秀明氏設立の新会社、飛べ。滝沢秀明氏は、2023年3月に自身のツイッターの生配信にて、新会社、飛べの設立を報告しました。飛べはアーティストをプロデュースすることを目的とした会社であり、音楽業界においても注目を集めています。 7月2日の生配信では、三宅県が戸辺に合流したことが発表され、7月7日の生配信では、平野志陽と神宮寺優太も戸辺に合流したことが発表されました。この発表は大きな話題となり、多くのファンが期待を寄せています。今回の生配信に先立ち、13日には戸辺のメンバー全員の口元が映し出された予告動画が公開されました。この動画はファンの間で大きな注目を浴び、 トベの新たな展開に期待が高まっています。まとめ、平野紫耀が滝沢秀明氏設立の新会社、トベに合流し、インパクトワーズとの集合ショットを公開したことが話題となりました。インパクトワーズはジャニーズ事務所を卒業し、トベでの新たな活動に期待が寄せられています。滝沢秀明氏のプロデュースするトベは、音楽業界でも注目を集める存在となっており、今後の活躍が期待されています。 ファンの間でもこのニュースに対して喜びの声や応援のコメントが寄せられており、平野仕様と飛べの今後の活躍に注目が集まっています。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。